堤さん、それから、エジソンさん、ありがとうございました。さて続いては映画監督の小谷忠介さんにお話をいただきます。小谷さん、お願いします。飲みすぎたわけじゃない、フランスのルミエール兄弟、アメリカのエジソンと来ましたが、僕の方からは映画を初めて、商業上映したドイツ人の兄弟、スクラダノフスキー兄弟について、話をさせてもらいます。はい、左からですね、マックスさん、それから中央が、エミールさん、右がオイエンさんですね。で、マックスは、エンジニア、発明を担当してました。で、エミールは映写を担当していました。で、一番右のオイゲンは非常に芸達者な方で、弁士、いわゆる語りや、ピアノ演奏なんかを、担当していました。はい。で、映画の発明を始める前の彼らは、子供たちを対象とした幻灯を上映して生計を立てていました。まあ、幻の光と書いて、幻灯ですが、知らない方のためにも説明しますけれども、幻灯というのはですね、まあ、フィルムに映した像やガラスに描かれた絵などを1枚ずつ後ろからですね、強い光をで照らして前にあるレンズですね、レンズで拡大しスクリーンへ映して見せるものです。まあ、映画が完成する以前の時代に流行していましたが、現在でいうところのスライドですね。スライドは僕が小学校の頃は何でしょうね、例えば算数の図形なんかを見せるために学校の教材として使われていましたけれども、もう最近はなくなっているのかもしれません。ちなみにですね、幻灯を発明したのはこれもドイツ人のキルヒャという方です。で、幻灯の時代の、兄弟の話に戻りますけれども、スクラダノフスキー兄弟の、マックスがですね、若い頃に、ガラス絵を学んでいたことから、まあ、自ら描いた小さな絵を2メートルほどのスクリーンに拡大することで、まあ、様々な子ども向けの、まあ、手書きの物語を披露していたわけなんですけども、まあ、次第にですね、マックスはガラス絵を、巧妙に使い、まあ、様々な動きのある幻灯を考案していきます。まあ、これ先ほど見せたお家の絵ですけども、まあ、そこに例えばこういうふうに雲がやってくると。暗雲立ち込めてくると、で、それからザーッと雨が降ってくるみたいな、まあこんな感じにですね、まあこれプラスチックですけど、実際ガラスで、ガラスに一枚一枚絵を描いてたわけなんですね。でこんな風に、ガラスを重ねていくことによって物語を展開していたというようなことをやっていました。木の絵は3枚の絵にすぎませんけれども、実際は何十枚もの絵で、構成された、まあ、動きのある幻灯を兄弟たちは展開していたわけです。で、1892年にですね、彼らの中で構想が生まれます。それはまあ映画、つまり動く写真の構想です。撮影の話からしますけれども、マックスとエミールは光が必要だったため、映画撮影装置を屋上に運び、芸達者のオイゲンが被写体となりました。当時はですね、ドイツにフィルムがなかったため、イギリスからセルロイドのフィルムを
送ってもらい、それを帯状に一定の幅に、細く切って貼ってですね、映画のフィルムを作っていったそうです。まあ、しかし撮影は成功を収めたものの、長らく上映はできませんでした。上映用の映写機を発明することがなかなかできなかったからです。まあ、当時は当たり前ですけれども、世界中の誰しもが映写機を作ることができなかったので、実験に、専念していたスクラダノウスキー兄弟は、秘密を守るためにアトリエに、完全にですね、カーテンを締め切って作業をしていたそうです。で、彼らの発明の一つとして、ハトメと呼ばれる手回し式の映写機で、最初は上映を試みるも、まあ、どうしても途中でフィルムロールが切れてしまい、うまくいかなかったようですが、まあ、ついにですね、歯車を2枚にすることで、フィルム送りがうまく機能することに気づいた兄弟は、ビオスコープと呼ばれる映写機の完成に、成功します。ビオスコープの写真ちょっと見てもらいます。はい、これビオスコープですけれども、ビオスコープの仕組みはですね、レンズを2本用意して、同じ2本のフィルムを同時に回すというものでした。で、半円形のシャッターみたいなものが、これですかね。半円形のシャッターみたいなものがこうぐるぐると回転する構造になっていまして、で、一方の映像が映ってる間は、2本目のレンズの前は、塞がり、そちらの方を暗くしているので、スクリーンの上には、まあ、パッパッパーという感じで完結的に映像が流れるというものでした。はい、この人が、MAX ですね。で、1895年5月、早速兄弟は、まあ、資金を集めて、本格的なというか、まあ、商業用の撮影に取り組みます。撮影場所はビアガーデンの庭で、当時ベルリンの一流芸人を集めて行われました。まあ、普段は寄席の芸人である彼らは自分たちが PR になるので、みんなノーギャラで、参加していたそうです。スクラダノウスキー兄弟はビオスコープの売り込みを始めようとするのですが、その前にですね、ビンターガルテンというベルリンで、有名な劇場の舞台劇場のオーナーが動く写真の噂を聞きつけ、確かめに来ます。で、初めて動く写真を見たオーナーは非常に興奮してですね、即その場で、高額の契約を兄弟と交わします。その後、まあ、ベルリン中でビオスコープの宣伝が行われ、人々の間で大きな話題となっていきます。で、スクラダノウスキー兄弟は力を合わせて公演の準備に明け暮れます。オイデンは新曲を作ったり、エミールは写真を正確に、切り合わせたり、フィルムロールにはまだコマ送りの穴がなかったため、一コマ一コマ自らの手で開けるという大変骨の折れる作業をみんなで、共同作業で行います。そしてですね、1895年11月1日、いよいよ舞台当日を迎えます。ヴィンターガルテンはダンスや、曲芸、歌などの、バラエティショーが上映される大衆向けの演芸場ですけれども、まあ、舞台では、華やかにこうカンカンを踊る女性たち、また動く写真を待ちわびる大勢の観客たち、ホールは
非常に期待に満ち溢れていました。でその日の、兄弟の演目は、曲芸師と、カンガルーの、ボクシング、それからダンス映像が2種類、グルーナーと一家、レスリングの全部で、6種類、トータル5分ほどの上映でしたが、これが世界で初の商業的な映画上映となります。まあ、客はですね、写真が動いたという感じで大喜びだったそうですが、まあ、準備に5年を、かけた大舞台での上映は成功を収めました。さらに、約2ヶ月後にですね、パリの演芸場グランカフェでの上映も決まります。ところがですね、スクラダノフスキー兄弟のパリでの上映は、突如キャンセルになってしまいます。直前で取り消しになってしまいます。まあ、ここまで、皆さんの話を聞いている方はもうお分かりだと思いますけれども、1895年12月に、グランカフェで、上映されたのはフランスのルミエール兄弟のシネマトグラフによる作品でした。工場の出口でした。まあ、その理由はですね、まあ、ビオスコープよりも機能性の面で優れていたからです。工場の出口の画像は、鮮明で動きも滑らか、そしてビオスコープとの、圧倒的な違いは、まあ、断片的な映像ではなく、映像の長さがなんと、まあ、1分近くもあったところです。まあ、まさに当時衝撃的な発明だったわけです。スクラダノフスキーは、ルミエール兄弟を前に、まあ、惨敗してしまったわけです。その後シネマトグラフは順調に、普及し、映画の発明者という名誉、まあ、富と名声はルミエール兄弟のものとなってしまいました。ビオスコープはシネマトグラフの成功の前に色褪せてしまい、次第に、忘れ去られ、映画発明前史を彩る、まあ、脚注的扱いとなってしまいました。ただ、最後に申し上げておきたいのは、シネマトグラフの公式上映が、催されたよりも、まあ、ビオスコープの公式上映の方が8週間、先立っていましたということです。それだけは一つの事実としてお伝えしておきたいと思います。僕からは以上ですけども、まあ、今回、お話しさせてもらった内容は、この DVD、ベルリンのルミエールという、まあ、ちょっと悲しいタイトルの映画を下敷きにさせてもらいました。監督はですね、ベム・ベンダースですが、まあ兄弟のマックスの、まあ、娘さんが出てくるんですけども、当時、撮影当時91歳で、まあ、非常にチャーミングな娘さんのインタビュー映像を軸に、当時をこう再現したような無声映画がそこに編み込まれているという、まあ、そういった作品になっています。まあ、ベンダースの思いみたいなものが非常に伝わってくる作品かなというふうに思います。興味のある方はぜひ見ていただきたいと思います。はい、じゃあ僕の方からは以上です。ありがとうございました。